9月17日に最終回を迎えた、井正人49、主演の連続ドラマ美版、ビバン』t b s k 多くの伏線を回収し、優秀の美を迎えた一方で、未回収の意味深な描写も多く、視聴者の考察が終わる様子はない。ビバン』は、自衛隊の影の諜報組織、別班の一員である乃木裕介、坂井を主人公に描かれる、半沢直樹。 で、演出を務めた TBS の福沢克夫氏が原作、監督を手がけるオリジナルドラマ。本作は考察ドラマとして社会現象を巻き起こしたが、公式にはあくまで愛を知らずに育った乃木雄介が愛を求め、人生を取り戻していく大冒険、であり。「美版は考察ものではありません。考察ものだという思いでは作っていない、というのが正しいかなと。と。 福沢監督と共に最前線を指揮した飯田和隆プロデューサーが9月17日放送のニュース番組テタイムにて明かしている。これはつまり意味深な描写が意味深なままで終わる可能性は低いということですよね。単なるミスリードだった場合もそれ相応の答え合わせが行われるのではないでしょうか。それを考えるとビバ 2は未回収の伏線らしき描写が多いため、続編内定報道、もう相まって、考察が再燃している状況です。テレビ誌編集者イコールイカドウ。v は2025年7月クールに続編が内定している。と9月1日に、ニュースポストセブンに報じられている。続編ここでは便宜上、v i 2とするが、そこでは、 今回放置された伏線が回収されるのかもしれない。特にマストなのは乃木の,の思い人でウイ世界医療機構脳医師柚月薫二階堂文二十八の赤飯と目玉焼き関連の伏線回収ですよね。v i の最終話では純粋に乃木の帰るべき場所みたいな感じで裏のないヒロインとして終わった薫でしたが。 特に赤飯の描写ではずっと疑われ続けていましたからね。薫は第2話と第7話で、赤飯を食べて顔をしかめる、という描写があり、しかも公式ノベライズ本では第2話の描写に非常に意味深なセリフが追加されているのだ。詳細は伏せるが、赤飯が美味しかった場合は明らかにおかしい、変な発言、であることは、読めばすぐわかる。 また、第7話では、カオルが君が4個の目玉焼きを作る姿を乃木がスマホで撮影していたが、これについても最後まで触れられることはなかった。これらの意味深な描写から、敵味方は別として、カオルイコールテントの孤児だった説、いやー、インターポール説、動画が乃木の窮地を救う説、などが唱えられてきただけに、単に表情が変な人なのか、 今後に期待なのかなぞです、ね、カオル先生今のところは月区の人恋愛ドラマのキャラでしたねカオル先生カオル先生の最後の顔が意味深って言われてるけどまずそうまずそうって言われてた赤飯のシーンも今のところなんの回収もなかったのを見る限りただ長期間放置されたのが辛すぎて意味深顔になっちゃっただけなのではもはや二階堂ふみちゃんがそういう顔ってだけなのでは 薫が赤飯をまずそうに食ってたのと目玉焼きをつやいてたのと薫の動画を撮ってたのどう説明すんだよといった声が SNS にも多く寄せられている赤飯は本当に演出や文章表現がうまくかみ合わず視聴者に誤解を与えた可能性がほんのわずかだけありますが目玉焼きの撮影について何も説明がないのは さすすがに不親切ですよねまた同じ意味深なままで終わったキャラには長野俊彦専務の存在も指摘されています乃木が務める丸菱商事の長野専務は演じるのがベテラン俳優の小日向文雄69であることから注目を集めていたが第4話を最後に物語からフェードアウトしてそのまま再登場することはなかったしかし 公安の取り調べから解放されて意味深な悪い笑みを浮かべるという描写があったことに加えて第3話では乃木の別人格 F が警戒するほど乃木がバルカ共和国で体験した出来事を根掘り葉掘り追求するシーンもあった極めつけに薬物に手を出してしまい防衛王を卒業後2年間更生施設にいたという経歴があり裏も取れているが空白の2年間 が、乃木が救助されて帰国した時期とシンクロしているため、続編めっちゃ楽しみだよね、今度こそ長野専務が何かをやりそう。ヘリの操縦者が、子供が、って言っていたので、やっぱりこれはヘリに乗っていた長野専務が、子供だけは探して助けたい、という思いで、飯田ジャーナリストにゆうすけを探してもらい、日本に帰してあげたと思います。 小日向さん悪役説も考えましたが、これからべきの味方になってくれるのかな。と、テントの創設者で元公安ののゴーべき、役所工事67、と過去に関係があり、続編では接触するのではないかといった考察が行われている。長野専務があのままだと、制作サイドが明らかに視聴者のミスリードを狙ったように思えてしまいます。飯田プロデューサーの考察ものではない。 という発言を信じて、続編での展開を待ちたいですね。さらに細かいところだと、善悪を見抜く力がある、と言われているバルカの少女、ジャミーンが野際薫に懐いている一方で、警視庁公安部の野崎守、安部宏氏59、だけに花つかず警戒したままだったことも、最後まで理由が明かされませんでした。テントを追っているイコール悪人と認識している。 という説や、微笑ましい説では、野崎が初恋相手で照れてるだけ、というのもありましたね。次に、未回収の伏線というより、次回作に向けた伏線にも注目が集まっている。とりわけ、野望ーン・ベ役所、生存説は、多くの、美版ン、ファンがほぼ確実視している状況だ。べきは最終回で幹部ともども日本でのぎに殺され、 遺体は火事に見せかけて燃やされ、すす、すす、同然、にされた。その後、乃木は、べきの息子、である残る、二宮和成四十、の、墓はバルカに建てさせてほしいが、構わないか。という問いに対して、好天人なく唯徳をこれ捨てく花を手向けるのは、まだ先にするよ、と話していた。好天、ということわざの意味は、 天は公平でひいきせず、徳のある人を助ける、であることから。最終回で乃木の言ってたことわざの意味、花を手向けるのはまだ先にするというセリフ。遺体はすす同然で発見された、身元確認できない、これら総合したらべきたちは絶対生きてる。このことわざと乃木勇介の笑顔を見れば、べきたち三人は死んでいないんだろうね。またお得意の、 心臓のちょっと上の急所外しだったんじゃないのかな。すす同然の遺体が発見されるのも野崎とのコンビプレイじゃないんだろうか。といった声が多く寄せられている。なお、残るは、ビバン。では最後までバルカ共和国を離れることはなかったが、残るは多分日本にも行きたいはず。位相でしかないので気にしないで、もしまた皆様に会えたら優しくしてあげてください。 いそうでしかないので気にしないで、と、ノコルを演じた二宮は最終回に X、Twitter、に綴っている。続編では、ノコルが日本を訪れて、兄、である乃木に協力する展開もあるかもしれない。ノコルといえば、v i v a n 2がある場合、気になってくるのが乃木の後輩で別班のクロスシュン、松坂桃李34、の処遇ですよね。 最終話では乃木に懐刀を託されて残るとバルカに残ったクロスですが、下手をすると今回の「美バン」以上に悲惨な目に遭いそうです。クロスはメインキャストで一人だけ初登場が第4話と極端に遅かったため、不遇キャラ、疑惑が浮上していたが、第7話終盤では乃木に打たれ、最終話の序盤までずっとテントに拘束され続ける羽目に。さらに、 第9話では木際クロスのスマホを使ってテントの資金を稼ぐための信用取引を展開木際クロスの雑なモノマネをして証券会社に連絡して大量に売り注文を出した後にクロスが掴んでいた当該会社の不祥事を公表するインサイダー取引を行ったこの一件についてクロスは知らされていないが別版の件は明るみに出せないためこのままでは 大金目当てにクロスがインサイダー取引を行ったという形で逮捕されてしまう可能性があるだろう。しかも状況から逮捕されるのを恐れて国外に逃げてからインサイダー取引を仕掛けたと誤解されてもおかしくない。先輩のせいでひどい拷問受けてさ殺意だけが募っていったろうにさ裏切ってないと分かった瞬間全部吹っ飛んで安心しちゃうクロスキューン。 都合のいい男すぎるよ、勝手に10億のインサイダー取引されてることも知らずに。クロス、帰国したら最悪インサイダーで捕まる可能性あるからこのままテといた方がいいよな、わら。クロス、先輩と無事日本に帰っても、先輩のせいでインサイダーで捕まる説出てて爆笑してしまった。クロスの乃木三家部タワーオブテラー並みの乱高下確定じゃないか、www。と。 クロスに対する同情の声と、もう帰国できないんじゃないか、という声が多く寄せられている。バルカと被、本に犯罪者引き渡し条約はないし、表向きのクロスは、世界で10本の指に入る地下資源の探索、掘削の研究開発を行う資源開発プラントの優秀なエンジニア。残るラテントの悲願であるフローライト採掘に欠かせない人材ですから、 バルカ政府資源開発担当特別長官に就任したノコルの計らいでどうにか助けてあげてほしいという声も多いですね。松坂さん演じるクロスは今回、極めて大変な目に遭い、なんとかその状況から最終話で抜け出せた。しかし、続編、での未来は明らかに暗い、日本を守る重要組織の一員なのに帰国不可能という気の毒すぎる話になってしまいそうですが、この、伏線、 も続編ででされるのでしょうか9月17日に行われたファンミーティングで、正直に言うと、僕の中では第三部まで考えて作ってる、と明言した福澤監督。美版 v a で、積み残された、伏線をしっかりと回収してほしい。バルカに小豆はなく、似た豆で作る設定のため、フードチームは別の大きめの豆でこの赤色を再現。 さりげなく裏設定が明かされている。思えば劇中でも、小豆の、ような、と表現されていた。